さあさあさあこんにちは、あ、ジエさん。え、何？何？今日はですね、これから松明滑走、ちょっと悪天候により1月1日元旦のはずだったのが延期されて1月2日に松明滑走をするということで、僕先頭でトレーンをして松明が消えたら花火が打ち上がるという感じになっております。ゴーグルのレンズが真っ黒で何も見えません。では行っていきたいと思います。はい、松明滑走、今花火が上がっております。はい、俺も今撮ってんだこれ。その方法があったんだ。そうだから一番後ろ美味しいのよ。あ、一番前何も撮れなかった、ね、一番前撮れなかった。これちゃんと今証拠残ってる。花火が上がって、どこだこれ、どこだ、入んないしね。いや今ねここでちょっと見せられないんだけど、今だいたい30万人ぐらいのギャラリーの方いてね、なんばら緊張した。いやちょっとこっから見えないですけどね。ちょっとね今ここは30人ぐらいしか食べない。うん、あでも綺麗。1月今日2日なんですけれども、おハッピーニューイヤー、よろしくお願いいたします。あ、すごいね、すごいすごいすごい、おい、30万人の歓声がちょっと聞こえますね。はい、終了。じゃあ今シーズンもいろいろアカデミー&てっちゃんねるをどうぞよろしくお願いいたします。それでは、お、なんかね燃えてます。知らない人たちからワックスの塗り方について怒られるんだよ。知らない人たち、え、なんだよお前。何一人でブツブツ文句言ってる。今日明日のタレ予選は何塗っていくんですか。青と赤です。どこの青と赤。ストッパーね。ドアストッパーね、懐かしい懐かしい、1年ぶりの対面だ。ドアストッパーね、これね、これ知らない人はね、去年の動画見てください。はい、ドアストッパーね、と、うん、はい、赤のドアストッパー、赤のドアストッパー。いいね、はい、早く塗ってください。すごい、どん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 、明日喋れねえ。ちょっと待って。